10から弥生です。よろしくお願いします。お金何でしたっけ、軍団自己怪獣軍団員、軍団員の皆様、はい、そしてキャラクターユーザーの皆様、はい、よろしくお願いします。すごいですね、今日人数が多くて、すごい多いです多いですね、なんか熱くる…違うちょっと出ちゃってますよ、熱気が、熱気ですね、熱気が出てます。素晴らしいでございますね。はい、そんな中、今日進めていきますが、ただいまですね、はい、キャラフレ学園祭中でございます。おあのキャラフレ小愛学園っていう学校がありましてですね、学園祭が春と秋2回あります。で今は春なのでさつき祭という学園祭をやっております。おではその辺の説明をお願いします。はい、これはキャラフレの画面に移動したいな。4つ目に行ってください。はい、それで一回ポチッと、はい、じゃあ、ね、早速ですね、キャラフレの学園祭のご案内をしていきたいと思います。キャラフレの学園祭なんですけれども、はい、5月28日の21時まで開催しております。じゃあ早速ね、コラボでお世話になっている方々をご紹介していきたいと思います。はい、今ね、私のいるこの画面ですね、後ろにテントがいくつかあるんですが、こちら一番左にあるのがですね、お茶の愛ちゃんですね、有料商事広報キャラクターのお茶の愛ちゃんのブースになっております。はい、そしてこちらのね、お隣にありますのが、栃木県の足利市中心に活動しているいいねプロジェクト推進委員会の広報キャラクター、足利ひとみちゃんのブースとなっております。はい、そしてちょっと私が被ってしまっているのですが、かぶってね、こちらお隣がですね、下北沢に実店舗がある主にフリルのお洋服を使っているお店のリフルシャッフルさんのブースとなっております。こちらはコラボでお世話になっている方々になります。そしてですね、本日ですね、こちらね、ステージにテントはないんですけれど、ステージの方に出演されている方々がいるので、こちらの皆さんもご紹介していきたいと思います。こちらの方々、まず、一組目がですね、メイドールズの皆さんです。メイドールズさんはピンクと水色のロボットの2人組のユニットとなっております。そしてまだまだいますよ。次がですね、アイコーミカさんですね。ミカさんはついこの間ですね、 2.5 次元プロジェクトに入ったばっかりの歌のお姉さんです。そしてまだまだいきますよ、まだまだ。そしてお次はですね、エリマキングさん。お、何ですか？なんか強そう。でもなんか敵って聞いたんだけど。え、なんか敵って、なんか情報急に雑じゃない？なんか敵って言うと面白いじゃないの。雑談だけに。ちょっと次なんだ。その情報入ってるの。ね、で次がですね、ささやきカフェスイートバサイヤの皆さん。こちらの皆さんね、イケメンな感じの皆さんと見てますよ。で、だんだんじゃあ紹介雑になって。そんなことない、そんなことない。いや、そういう情報。なんかイケメンっていう、そう、なんかイケメン、すごくイケメンっていう情報が聞いてる。おそしてはまだいるんですよ。お、まだいる。そしてお次がですね、給食当番さんというお二人組ですね。あ、これで今 1,2,3,4 5組ご紹介いたしまして、最後の一組が私たちエゴ怪獣となっております。イエーイ、ありがとうございます。私たちはですね、今月の5月22日と24日にですね、このさつき祭のですね、ステージに出演するので、ぜひ皆さん見ていただきたいんですが、はい、ここでですね、ちょっと先ほど私たちも聞いたね、驚きのね、すごくテンション上がった、あれですか、あれをちょっとお知らせしたいんですが、大声で叫んだもんね、2人でね。この中でキャラフレをプレイしてるよっていう方いますか？皆さんしてると思う。手が上がってる、嬉しい、ありがとう。たくさん手が上がってる、上がってる。それでですね、ここのテントからですね、あ、ちょっと待ってね、ちょっとね、寝てたみたい、ちょっとね、起きて、ぼーっとしてた。起きて、あ、起きた。ね、ここのブースからですね、一歩進んだところですね、ここのね、テントの中のここですね、ここに 2.5 次元サロンというのがあるんですが、ここでですね、私たちのステージ4にですね、限定ポスターがキャラフレ内でもらえちゃうとのことです。おー、おー、しか
構なんかあれだよね、実写そう実写のやつらしいですよ。実写の、私たちの実写のポスターもらえちゃうということなので、ぜひこれがね、あのライブステージ5でないともらえないので、はい、ちょっと今急げって言ってももらえないので、その日にちのステージの後ですね、ぜひここの 2.5 次元サロンの方に集まっていただきまして、私たちのポスターをゲットしてもらいたいです。でですね、まだプレイしてない方は今からプレイを始めても間に合うので、ぜひこの機会にキャラフレをぜひ始めてみてください。お願いします。22からのそのステージ後にゲットするがちょうどいい、ね、そう、それが一番いいね、うん、ちょうどいい。辻田さん、いかがでしょうか。あれ、ちょっと踊り込めちゃうじゃん、踊り込めちゃう。あれタイミングが、タイミングが、タイミングが上がったね。このポスターでも私たちはまだ見たことないんだよね。そう、どんなポスターか分からないから、はとにかくすごいっていう情報はすごい、大人を聞いてたり、うおめちゃめちゃ叫んでみんながってざまざまってちょっと、ね、私もちょっと前に行く、ちょっと前に行く、始まったすぐに前行くも、私も始める、このタイミングで、そう、あゆかちゃんね、このタイミングで始めてみてください。はい、はい、言いましたあ、 ありがとうございます、どこまで行きましたか。ポスターのもらいますか。ポスター、そうなんですよ、ポスターの量とか、はい、物質とか、うん、自分の部屋に飾れるんですよ。おー、ここから全部ポスターですよ。しかも無料でもらえるんですよ。欲しいでしょ。おお、みんなちょっと笑顔になってる、はい、ちょっと笑顔、ちょっと意味が変わる、微笑みみたいな微笑ましい感じになってるね、公開中のポスターもらうだけでもキャラプレ始めるといいと思うんですよ。はい、ぜひまたプレイしてもらいたいですね。あの始めるだけだったら、ね、無料なんでね。そうですね、はい、始めるだけだったら、公開中のポスターをもらってもうログインしないと。ログインしてほしいよね。はい、お願いします。はい、はい、なんとすごくサクサク進んだから、お、予定より早く終わっちゃった。あ、サクサク進めちゃった。だいぶ早い。画面は、あ、画面はちゃんと、はい、あ、今、あ、ちなみに、じゃあそこ入ってみてください。 2.5 次元サロン、いいですか。今入るときっと誰かのが、誰かのポスターがもらえるんですか。あ、誰のが入るかな、楽しみだな。気になる。あ、もらえた。これはあれですね、あの、あれとあれ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 の、あれあれ、ここでやってたじゃない、これ。ジーンの純一さんとアミアミナさんのペアがあれなんだっけ。給食当番じゃないや、なんだっけ。午前1時の給食と、あ、おもちゃ箱。正門なんで、そうですね、正門がちょうどあれをしたらいけるんじゃないかな。2017さつき祭って
違うな、嘘ついたら困るよね。一応行ってみますか。行ってみる。あ、来た来た来た。ここで流れております。おお、そうだよね。はい、あの今はね、音消してるので流れないんですけど、でもここエコ怪獣だけではなく、他の曲を提供してくれたアーティストさんの5、6組いたかな、が、あの適当じゃないランダムに流れるので、あのすごく頑張ってもエコ怪獣何回やっても流れないよって可能性もあるんですけど、ちゃんと流れるので、はい、やっぱさっき流れてたもんね、流れてますので、はい、あのログインしたら、はい、皆さん多分この辺に来るので聞いてください。お願いします。お願いします。さあ、こんな感じでいいんじゃないですか。次の情報は多分全部言ったと思います。言いました。はい、したね。じゃあ、そんな感じで、あの、はい、番組はこのまま、あ、違う、チャンネルはこのまま、あの1本目の動画はこの辺で